はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。ケルコで、ハロー、カカリオンメジャラス。サセルフを、アフレレコーズジオ。というわけで、私です。行きましょう。さて、前回はね、インプロトップ負けちゃったんですよね。というわけで、まあ、くじけずに頑張っていこう。というわけで、お相手は、てかまた私の出来は、5枚警告 with go ですね。まあ、ほんとだもん、多分しばらくずっと多分これでいきますね。なんていうかね、これやっていう形が今んとこ見出せないというか、まあ、使いたいカードはあるんですよ。大衆寺とかね、トートンとかね、まあ、まだ持ってないんでね。まあ、とりあえず置いときます。うん、引けるまではそのまま。あと、まあ、損欲とか、あと、ガサイだかな。もう、ほんとにも使いたいんですけど、まだ持ってないんでね。その辺は。まあまあいいんですよ。こういうのは引いてからっていうかね。まあなんかやっぱ縁があるからね。縁っていうか、縁しっていうのかな。まあこのゲーム的に言ってもね。ちょっとごめんなさい。マイク位置が悪い。というわけでね、お相手の方がですね、なんや、呂布ですね。てか、また呂布と呂布の親子でですね。呂親子。まあ呂親子って言うと変、ちょっと変な感じなんですけど、なかなかちょっと面白そうなんですね。てか、そう。まあ、明らかにコンセプトが結構わかりやすいんですけど、まあ、美婦人で呂布再生したりとか、呂木に美塾で車輪投げたりとかっていう形の手なんでしょう。というか、この人はめっちゃランキング高かったな、ね、よ、みたいな。びっくりですね。行きましょう。あ、武功ランキングだもんね。おーっしゃ、そういう感じで行きましょう。さて、いざ回戦。まあ、とりあえず開幕はいつも通りですね。やっぱ塗りと、ね、あれです。あれです。なんだろうね。孫策はとりあえずグリグリやっといて、で、ここでね、やっぱり秀才がね、ちょっとね、ここはね、もうガンガン、修繕秀才で構造を取りつつ、で、まあ取れたね。よし、って感じですね。んで、呂布に組ませますよ。愚本を。まあこの辺はスルーです。スルーって言いたくないけどね。うん、でとりあえず美婦人に踏まれたくないんで、美婦人は絶対倒したみたい。はい、これで呂布が踏んだとしても復活はしない。まあとりあえずやっぱ縄文の方が重要なんで、一回縄文の家で止めます。でその後呂木を潰しに行こうかなと。で周隊工場入りそう。まあ挑戦入んなかったけど、まあ OK です。で、集体の結構でかいっすね、やっぱ。槍の構造はでかいっすよね。で、ここで相手が、おー、危ね危ねこれ。これ、相手結構やりますね、やっぱ。で、まあ、とりあえずここで刺して、OK。さあ、来ましたよ。これで殴り合いだったら OK。てか、おー、ね、孫策めっちゃ刺さりそうだったね。俺全然見えてなかった、これ、多分。OK、美味しいです。で、孫策はちょっと塗りやりたいっすね。構造できないけど。で、ビジク潰して、多分ここで相手しか再起だったんですよね。うん、まあ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 。まあここで相手サイキ戦ってたのは結構美味しくて。あ、サイキじゃなかった。これさ、俺レンカーンやったね。そうだとか。サイキじゃなかったんですね、これね。いやでも、私のデッキにレンカーンだったのか。まあ多分普段からレンカーンで戦ってる方なんですね。とりあえず孫策濡れないけど、まあしゃあないんで一回回復しようかなって、ちょっと中途半端な動きになっちゃったけど、でもこの間にかなり構造入るんで。で、まあいざとなったら。好きなところ。まあある程度はね、まあこれで士気も溜まるし、よしよしでしょう。これもしかももう一発入りそうなんですよね、これね。入りました、美味しいです。まあ、シュート頑張った。いやーもうかなりリリース取ったんで、あとは本当言っちゃなんだけども、まあ守れば勝ちなんで、まあとはいえ私今日引きこもる気はないんだよね。基本やっぱ落城勝利したい人なんで。まあやっていきますよ。とりあえずね、美婦人潰したいなとか思ってるんですよね。でも挑戦やばいな。それはちょっと果敢するか。でも一応孫策でカバーして、あ、でも死んじゃいそう。これは下手だな。うん。私の死しかない。まあ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 。まあ、とりあえず相手の本数さえ減らしちゃえばよくて。うん。まあ、これやったら玉も沈められるんで。とりあえずね、しっかりと自然で、あー、でも理不尽打ってたけど、やっぱ下げ切り替わっちゃってますね。こう。でもやっぱ多分先に対して美婦人潰すとかの話にならんから、美婦人潰さないとなーなんて思ってたら、まあ来ましたよ。まあ先出しなら上等かな。あーかっこいい。やっぱいいっすね。てかなんか、こういうのいいっすよね。あー俺気温に間違った。避けたつもりだったのにむしろ当たりにいってる、そうだけどね。
まあまあまあ、避けますよ。で、とりあえず、まあ、グホン当てて、一回止めて、まあ、言うて辛いですけどね、これはワン、一発入っちゃうかな。ワン、ワンって何って。一発入っちゃいそうですが、まあ、一発はワン、ぶっちゃけワンスルーしてもね、いいかなって思ったんだけど。なんで、呂布は一発入るよね。入るかな。一応、手動でちょっと減らしてるから、次に間に合ったんだっけな、これ。間に合わなかったか。だったら、ですね。まあこれしょうがない。まあ呂布が入るの見えちゃったんで。まあ最悪これでいいかなと思って。もっと。まあこれしょうがないっす。強くならなければ。ただね、美婦人打ちたかったから、主前の兵力もうちょっとだけ残しておきたかったんでね。まあまあまあ、いいでしょう。いやでも本当にリーク取れてなかったら危なかったな。超慢性はしっかりとさばいていいの。まあ、ここからもう一回内乱取れたらいいなという手なんで。手っていうか。で、ここでね、相手美婦人出てきて、美婦人多分倒せるんですよね、これね。そう。あ、倒させてくれた。多分まあ、商船倒したかったんでしょうけどね。いや、いいですね。で、内乱もちょっとまたね、見ていきたいなーっていうことですね。で、これ少しでも領域の兵力を減らしていこう作戦。で、後ろの備軸をとりあえず、まあ言うて多分車輪投げてくるんだろうけどね、刺さりと黄金をナイスってことね、ちゃんとやったね、やることやったね。一応ね、家計はね、まあ、領域と領域両方焼けるならありかなと思ってるんで、まだやんないっすよね。まあ無理して先出しすることもないかなって感じなんで。まあとりあえずここは、まあ勝敗を叩いて、一応って感じかな。まあ相手を誘おうっていう気持ちもあったんで、一応。まあ美婦人帰ってくるけれどどうだって感じですよね。でもここで相手が車輪投げてきたんですよね。おおマジかって。まあそれやったら、まああと守ればいいかなって。確かに嫁れないけど、で、呂布潰して、まあ、ぶっちゃけグホンとかでね、まあ、手錠を当てとけば全然。いや、商船打ってねえな、これ。これ反省ですね。で、孫作が、これどっちだ？ちゃんと効果か、これはどっちだ？際どいとこ。あ、効果ですね。できましたね。これは強いんですよね、結構ね、実際。特に大事、これが多分このコンボがやりたかったんでしょうね。まあでもね、結構何が強いって、やっぱね、グホンさんが超強いんで。いや、基本1本だったらね、そうそう入んないですからね。まああの美婦人結構仕事してるんですけどね。で、まあここで、まあ周体もまだ帰ってくるんで、周体当てて、まあ男の位置叩くかちょっと悩んだけど、まあ、叩かなくても、そのまま守れそうなんで、これは叩かなかった。で、旅費剥がして、強くならなければ、はい、で、あとは美婦人をしばいて終わりかな。燃えるぜ。呂布刺して、はい、まあ、とはいえさすがにね、空打ちっぽいこともしたくなかったんで、まあ、ちょっとね、まあ、計略じゃないや、宝具とか士気はちょっと余らせてしまったけど、まあそれはそれでってことで、イエス、勝ちました。まあでも集中力どうなのかなって感じですね。まあそれでその辺は見ていきましょう。反省会。というわけで反省会いきましょう。いや。まあ相性的にはなんとも、ただ相手が結局、呂布と呂木以外はね、装備力低かったんで、これはね、開幕結構いけるかなとか思ったんですよね。というわけで、ぐいぐいとね、まあこれは、結構だから、ここら辺はね、もう乱戦して相手の本数減らしちゃおうかなと思って。まあ、孫作突入より乱戦でいいかなと思ったんでね。まあこれは迎撃取れないとは思ってたんで、まあ言うて、主前が入ればいいかなとか思ってたんで。周体は一回とりあえず抑えて、で、だいぶ美婦人だけ倒しとけば、うまいかなと思ったんで、まあこれはワンスルーってやつだね。でもこんなもんなんだよな。これやったら多分、旅費の壁の方が強そうでしたね。馬の縄文はスルーでよかったか？
特にこれ、こう1個ついてるから、うん、これ、これは、両の一発止めた方が良かったな。これは失敗だな。うん。うん、いまいちやっぱり、なんかどうしても縄文止めたいなと思うんだけど、だから槍の壁って結構減るんですよね。だよねーって感じですね。全然。全然違う。なんで俺こんな一生懸命、超マウスで止めに来たんだろう。ね、ここよね、ここ。ここがねー、いやー、相手綺麗に朝出ししてたんだよなぁ。おぉおぉあぶねー、これは刺さっててもおかしくなかったね。いやー、あぶねー、これはだいぶ違う展開あったな、ここで刺さってその時死んでたら。あぶなかったねー。いやー、怖い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 。でも連冠やったんだよ、相手がね。で、これがでかかったっすね。いやー、まあまあまあ。ね、ほんとね、何が強いとやっぱグホン強いなって感じだよね。うん、ね、槍の壁って減るんすよ、ほんと槍の壁はね、結構減りますからね。まあ言うてこうついてないけど、こうついてればなおのことやばいぐらい減るんですけど、まあここはね、よくて、まあ、ここは多分ちょっと挑戦しなせたのはちょっと反省だったんだけど、これ美婦人狙いに行って、まあ来て、引かれて、死んで、ドーン。あーまあここもね、どっちかっていうと、もう緑が、うん、緑スルーで、ここで緑倒しちゃえばよかったかな。で、修繕が多分このまま乱戦しちゃってるから、どっちかっていうと修繕こうで、シュータ槍で倒したって、もう一発入っちゃうからね。一発は入っちゃうんだから、まあそんなね、無理せんでもね、っていう感じですよね。ちょっとこの辺はやっぱちょっと守りが下手くそとか、なんか俺焼かざるを得なくなってしまった。ちょっと士気がもったいない感じですね。まあ多分力は倒せる。まあ一応ある程度さばけてはいるんだけど、まあ一応相手にやりたいことやらせなかったっていうかね、まあ、結構際どいところはあったけどね。いやー、でもだいぶ際どいけどね。で、勝負叩いて、まあ、車輪レンジはいいでしょう。まあ、だから相手がもっと、まあ、美婦人どんぐらいの筋トレで、まあ、言うても好きか、あれか。でも、車輪でさ、その式重くないよね。これここはぬるいな。これは挑戦も、全部嘘でも打たないと、もったいないですよね。もったいない、もったいない。これはもったいないお化けが出ちゃいますよ。多分これ、フルコンボ決まるとすごい強いんでしょうね。もう、車輪状態で、乱撃無双だから、車輪の分の判定も多分、乱撃無双の判定になるから、バリバリバリって多分一気に兵力削れるから、相手と力が大乱戦した時とかは多分それで一気にえぐり取るんでしょうね。ワンチャンどうなんだろうね、典型とかも倒せんのかな。ありえそう。まあ多分増援とか絡めてって感じかな。ね、しっかりさばいて守って勝利と。いやー、ちょっと際どかったですけどね。やっぱまだまだぬるいっすよね。ちょっとやっぱいろいろ見れるところはありましたけどね。やっぱ槍の壁だね、やっぱ。馬の縄文はスルーでいいわって言いましたね。まあスルー完全にできないけど、1コストだしね。やっぱコストも重要だしね。魚金2コストだしね。昔のイメージだとなんか魚金って 1.5 コストとかのイメージなんだけど、今2コストとかですもんね。ふむふむって感じでしたね。なるほど、なるほど。まあ、とりあえず無事に勝てたんで OK って。結構だから幸先いいスタートを切ってますけどね。まあ、この後が結構問題なんですけどね。はい、そんな感じで、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。